えー、皆さんこんにちは。 え。ただいまご紹介いただきました、慶應義塾大学附属研究所指導文庫の文庫長をしております、佐々木孝弘と申します。あのなんか、ちょっと異質な人間が一人混じってる感じなのですけれども、まああのお話しさせていただきたいと思います。まず、あのごく簡単に指導文庫の説明なんですけれども、もまあ、慶應義塾にございます。あの漢字を使っていた国々の書物を研究する日本国内でも大変珍しい研究所でございまして、専任教員が6名おります。で、あのその漢字の書物。物 漢字を使っていた国々の書物が今約18万冊ぐらいございまして、まあ、書物研究を行っているというところでございます。まあ 簡単に言いますととか書誌学という学問を専門にする研究所なのですけども正直ですねあの10年ぐらい前まではあのもう滅びるんじゃないかみたいな不安が <laughs> ございまして本当古くさいと思われていた学問だったんですけどもそのデジタル技術の,です、ね、この進展とと,ともにそのなんかその書誌学というのが再びスポットを浴びてくるようになりましてさらにこの最近のこの MOOC とうまくいい関係を結べたことによってなんか全然新しい世界が広まったという,こう感激に。 溢れているものとしてお話しさせていただきたいというふうに思います。で、えー、まずですね、あのその先ほど奥川先生からご案内がありましたけども、まあその慶応義塾がそのフューチャーラーのパートナーになって、そのまコースを作んなきゃいけないという話になりました。で、その時にですね、その、えー、ま最初はこう日本で最初の その指導部慶應義塾がフューチャーラインに最初にパートナーになった日本の最初の大学ですので日本に関係するコースが良いだろうということで慶應義塾の文学部をはじめとするそのまあ日本の研究をしている先生方が何人か集められましてでこう松田先生をあの座長としてですね会議がこう開かれたように記憶しております2015年ですかねのことであります。そその時にです、ね、私もまああの呼んででいただきましてそれであの、えっとまあ、誰がやる かみたいな感じだったんですけど私あの正直自分で手を挙げてやりますってですね、<laughs> あのお話を申し上げて、それであの一番最初にさせていただきました。であのまあこれはあのやっぱり一番やりに。 あの意味があるだろうと思ったっていうのがありましてですね。あの戦争じゃないんですけども、先駆けっていうのが大事だろうっていうのがやっぱありました。でそれはあの全くこう何の生産もないところからではなくて、実はそれなりの経それまでの経験で生産があったからなんですね。その生産というのはその書史学研究のためにその何度も海外に結構日本の書物っていうのは美術的価値がありますので海外にも多く所蔵されておりまして、それらを調査する際にまあ伺ってこう見せていただいてたんですけど。 ただ自分だけが分かって「ははは,は」とか言っててもしょうがないのでやっぱりその持ってるところとかの方にもこう理解していただきたいとか一緒に学びたいっていうような思いがありましてそれであのそういう方々にですねこのまあレクチャーみたいなものが必要なんじゃないかというふうに思っていたんですね。それででまたあのそのインタターネットのの普及とデジタル技術の発展でその いろんな海外の大学図書館が自分のところにある古典籍をそのまあ高精細画像をこう公開するっていうことがブー。 流行になって,おりましてそれでその日本の古典籍なんかもたくさんこう公開されているんですけども、まあ、それを本当に理解してる人ってやっぱりなかなか少ないというような問題なんかもありましてそれであのまあ調査に伺った際にちょっと時間を作ってそのその調査した先でちょっとこうまあレクチャーみたいなことをさせていただいたりしてその反応がとても良かった。 じゃあこの内容をコースにすれば結構いけるんじゃないかみたいなことをこう思っていたわけです。 でも時間もあれですの、ね、でざっとまず最初にあのプリンストンに押しかけてってあのちょっと知り合いの授業1回分くれとか言ってですね3時間あのレクチャーしてそこにあのライブラリアンの方が出てて面白かったから我々の会でもやってくれみたいな感じでそれであのシカゴでやりですね本当にあに芋づる式にとか言うと失礼なんですけどもあちこちに呼ばれてですねあのなんかこうやってくるやりました。ので 内容でいけば大丈夫だろうと思ったわけですで まあコース制作にあたって考えたことなんですけれどもそのまあ和本の魅力が世界で通用するなっていうのはそういう経験を通して確認済みであったのでまああの指導文庫でその本自体も指導文庫と慶應義塾図書館また個人像の蔵書がありますからそういうものをこう選んでですねこう美しいものをできるだけたくさん画像を通してまあ見ていただければもうそれをその画像を見るだけでも楽しんでもらえるということがまずありそれからあまり内容のことに踏み込みすぎ 見るとこう専門的にななっってて難しくなってしくま,まああの今海外でもちょっと流行ってるというかマテリアルカルチャーというかですね物質に焦点を当ててその,もの本というものにこう注目してもらうような作りにしなおかつまあ合わせて日本の文学や歴史宗教なんかのまあ興味のない人でもですねそのまあ楽しんで日本の文化をなんとなく分かってもらえるようなう巣作りをするということ。 であのしかしながら説明はできるだけ単純なものと一つもある程度の専門的な部分をまあ含んでまあちょっとそういう知的国心をくすぐるというか楽しんでいただけるようにしなおかつ人文科学の法則のようなものもご提示できればいいんじゃないかというふうな形で内容を制作に心がけました。でまたあのそういうことでラッキーだったこともいろいろありましてまず先ほども言いましたようにこう本がとにかくたくさんあるのでこれを自由に使えるというそれからまた その本を専門にする指導文庫には6人も教員おりますからその書物を専門とする同僚がいたので彼らをまあ引きききずり込む込むむととといいううか巻ことができたそれからまあ何といってもですねこれは本当に DMC というか大川先生とか、ね、をはじめとするメンバーがいらっしゃらなかったらもうとても出来上がらなかったことなので本当にあのもう内容だけではどうしようもないところをカバーしていただいて感謝しているところです。 でえもそれは二番三番まあ宮北さんにも本当にあのもうお世話になっているのですけれどもそれからあとあのまあ先ほどメンバーにもありましたけれども慶應義塾大学出版会の安井さんという方がまた強力なサポートをしてくださってるってい本当にあのこれすごい総合力が必要だっていうかですねそういうものがムークのコースだなっていうのを実感しておりますそれからあとそのまああのお恥ずかしい話ですけれども日本のことをずっとやってきてあんまり語学が得意でありませんがやっぱり海外で公開 するためにはそのまあやっぱり英語を基本にして発信する必要があるわけなんですけどもそこであのこうまあ我々の若干専門性のある日本語のテキストをあるいはビデオで話していることを英訳していただく必要があってそのこうどれ誰にすればいいのかと思った時にちょうどその窮地のジャンピエール・ペルシアーニさんという現在まあイリノイ州立大学の先生してくださっている方がちょうど日本におられましてこの方に翻訳をお願いすることができてあの のこう知り合いの方からもとてもいい英訳だっていうようなことを多くあのお褒めいただきましたけども彼のおかげであったりします。であの2016年からまあ開校することができましてであのまずその宣伝用のトレーラービデオっていうのがこうフューチャーラウンを通してこう配信されるわけでこれはさすがに英語で話せと言われてですね、まあそこでビデオ流れてるのは本当にもう苦しくてしょうがないんですけども <laughs> あの拙い英語でお話しさせていただきましてでしかもですね知らないうちにあの 全然許可は取られてないと思うんですけど、YouTube で勝手に流されたり、流されですね、YouTuber になったとかですね、あのくだらないこと。ただすごい再生回数が少なすぎてですね、それがまた苦しいんですけども、まあそれはまあともかくといたしまして、そういうことがあります。で。 まあやっぱりこう飽きないように勉強してもらうっていうのがこういうものにとっては大変大事ですので、まあ、コースの組み立てっていうのがありましてそのアーティクルとビデオとクイズとディスカッションというような部分からなっていて、まあ、それぞれ まあ本当に大川先生の提案通りにやってるだけではあるのですけれどもあのそういうような組み立てをいろいろ考えてですねあのやっておりますでクイズとかまあ考えるのもなかなか難しかったりするんですけどもやりましてで、まあ、あとビデオとテキストですねで私はあのこうやっぱり本って静止画で見るよりも動画で見た方がやっぱりこうなんか立体感とか存在感を得られるのでできるだけビデオをあの対,対応しました別にあの出たがりとかいうことではなくてですね とにかく手元を写していただく形でこう,こういうふうなアップでいろんな書物をめくったりとか巻いたりとかっていうのがやはりすごく反応が良かったところがあります。でまたその 英語と日本語のテキストを pdf でダウンロードして、こうまね、あ。さらにビデオもあのダウンロードできますから。実はネット使わなくても勉強できるって言うかですね。そういう環境すらあの提供されてるんです。で、実際知り合いにはですね。それをダウンロードしてですね。授業で使ってくださってる先生、海外に結構いらっしゃったりするぐらいにまあ、そういうて発展というか展開も持っています。 それからあとまあその受講者にも参加を募るということで特に私のやりましたまあ書物のコースですから「あなたの家にある最も古い本は何ですか?」っていうこれも大川先生の撮影ンだったんですけどそういうのやりましたらうちにこんなのあるってそのまたそれをこう写真に撮ってこうアップしてこういうふうにこうみんなで見せっこするみたいなこうサイトも作っていただいてですねそれであの本当になんかすごい本がいっぱい全国世界から集まってこう盛り上がるみたいなこともありましたしそれから あのこう扱ってるコースで扱ってるその書物をですねあのこうさらにこう拡大して して具体的に見ることができるっていうようなこの NBC というものをですねこの宮北さんが途中からですけども開発してくださって後ろでもデモンストレーションありますけどもこうなんかこの年代であるとか表紙の色ですとか形態ですとかですね内容ですとかによってこう順番変えたりしてで自分の気に入ったものをこう取り出してこう見るとかですねそういうようなことがこう自由にまあこういう感じでこう並べ替えしたりとかですねできるというような形です。 もっとクローズアップしてみたいなとか言うとですね。こんなような感じで、なんか結構大迫力のですねこんな本もあのあったりするわけです。 でまた、えー、そのビデオもですねその対話形式やあと出張撮影なんていうのもあのまあ和本ですから神保町のお店に出かけてってですね店頭で撮影させていただいたりとかですねあのこの和室で最後の締めは和室でこう正座して日本,に日本らしさを出していくこれはちなみにあの慶応横浜諸島部というです、ね、慶応の横浜にある小学校の茶室を借りてですねそこまで出張して撮影したりとかっていうようなこともしたりしてですね 先ほども申し上げましたようにこうビデオを対応してあのこうできるだけものに語らせるというようなこともいたしましたで、まあ、あのこう登録者数や何かはもう先ほども出ましたけども、まああのえー、これはあの第6回目までの、まあ、今7回目の公開中なんですけど6回目までのデータなんですけども。 166カ国2万1,477人の登録者っていうものを得てですねそしてまあ,まあ国別とかでもやっぱりあの フューチャーランはどうしてもイギリスが強いというかですね形がありますけど結構いろんな国々のありますそれでまあそれなりにこうまあ多くの方に登録していただいてまあ評判も良かったのでそれであの当初、まあ、からの計画だったんですけども兄弟コースという形で指導文庫の中国系の書物をやっている人たちにも加わっていただいてその2つ目のコースを作りましてでさらにもう一度ということであの 和紙の研究をしている後輩を巻き込みまして和紙に関するコースというものも作りましてでこちらもですね日本橋にある紙問屋さんに出かけてったり本当にあの埼玉県の紙杉き工房で撮影したりとかですねそんな形で和紙の えー、ただまあやっぱ本に比べるとこうちょっと一般性が薄いところもありましてこう受講者数なんかはその最初のコースよりは少ないですけれどもそれでもあの結構熱心な登録者さんとか参加させてくださっている方がいらしてこまあ書物に関するその3つのコースの実績がこういうところなんですけども。でまあその 今回のこのテーマである今後のことや何かのことに対しましてちょっと最後に時間かけてお話ししたいんですけどもまあコースを開発しての私の感想っていうところなんですけどもまあ予想が当たったとまあこれは結構いけるだろうというところでがまあある程度そのと取りになったので あのまあ,あのほっとしたんですけどもやはり、まあ、実体験事前調査をもとにしてあの構想する大切さを改めて感じたっていうのがマーケティングじゃないんですけどもやっぱりそういうのがあるだっていうのがありましたしそれから、まあ、私の立場からすると日本の伝統文化とその産物は日本の貴重な資源であることを再認識することができてそれを守りながら効率よくく活用ししていくことの必要性を痛感していますやっぱり日本の古典研究ってどん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 尻すぼみになってますので。 そういうこうういいいものを使って度盛り上げたいっていう気持ちがありますそれからあとそのまあ日本文化を直接対象としなくてもです、ね、その日本の書物や何かのデザインとかコンセプトというのはさまざまな場面で応用可能なそのものだろうというふうに思ってます。それからあとですねあのコース終了部分のコメントに世界中から感謝の言葉が寄せられました。 あの本当に「産経プロフェッサー佐々木」っていうのが最初のコースの終わった時に一体何件か書き込みがあっただろうと私生きてきてこんなに人から感謝されたことがないっていうようなもう本当に幸せを感じましてやってよかったっていうふうに思ったのですけれどもですねあのまあ本当にこの仕事のやりがいっていうものを感じたのが正直なところです。 それからあとそのチームでなければできないことがあるってよくその映画の封切りとかに出てきた俳優がこうなんかこうチームでできて感謝しますみたいなこと言ってますけど。 あれは心底心から持って言ってんだなっていうのが実感できましてですね。これ本当にあの、いいチームワークっていうがないとやっぱりいいものはできないっていうのは本当にあの、痛感しているところです。それからあとその、フューチャーランの特色は他もそうかもしれませんけど、コメントをこう受講者が自由に書き込んでお互いにこう学んだり、また私たちがこうお返事したりとかっていう、その結構、まあそれで期間を決めてやってるんですけども、 あの最初の時はもうなんか8,000ぐらいコメントがあって全部英語なのでもう読むのが大変でとても全部にはお答えもできなかったんですけどもまあそういうものをこう読んでいくとですね本当にやっぱりこう日本人があの全然こう経験してないようなその数。 意見ですね、説やなんか質問っていうのが寄せられてですね、本当に異文化交流っていうのはこういうことで、こういうのがやっぱ大事なんだなっていうのが実感できて、特にこういうのは日本人には必要な経験なんではないかなっていうふうに思っています。そ、まあ、そういういれからまあ そのあとその m、まあ、ムークに対する感想なんですけどもあのやっぱりこのムークによって世界の学びの在り方が大きく変化してるっていうのをもう痛感したっていうのがありましてでネット環境と英語能力さえあれば無料でもう何でも勉強できる時代がすでに登了し,力していますしで、まあ、で無料であるのはまあその質が保証されるわけでもないからやっぱり吟味する能力っていうのも必要になってるっていうのも感じました。 それからあと思考や趣味を同じくする者同士を世界規模で結びつける場であってもう SNS や YouTube などもこう活用してお互いに紹介し合ったりとかですねいうような情報の交換や共有をも可能にする場っていうものになってるっていうのも大変大きな意味だろうと思います。でさまざまなレベルでの異文化交流と異文化理解を推進する役目を果たしているっていうことになりますしまたそのこ,のこういうことを通じて新しい文化や芸術学問が生まれる可能性すら秘めてるのではないかと実際に 実際に正直思っていますでまあとにかく世界がよりよく変わっていくきっかけも場になってほしいなというふうに 思っていますであの本当にあに私ムークの政策関係してさっき人生変わったったら何大げさだとかって言われたんですけども本当にあのすごくこの恩恵をこむっていますあのいろんな学会で世界の学会でか出かけていくと大体受講者がいてですね挨拶してくれてですね大切にされてですね <laughs> でまたそのうちにも来てくれるっていうような形で最近結構あちこちに呼んでいただいてっていうような形で本当にあのこうやったことがもうプラス でしかないっていうか、プラスばっかりっていうような形でありまして。また新しいコースも現在の作成中だったりするんですけども、あの是非こうで、どんどん大学も本格的に力入れてよ、より良いコースをたくさん作っていただきたいなという風うに思っているところであります。あの、ちょっと急ぎ足です。大変ですけども、あのこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。<laughs>